こんにちは、お取り寄せネット編集長の小杖です。今日は父の日におすすめしたい、お父さんに食べてほしいお取り寄せのグルメとおつまみの7品ご紹介したいと思います。酒好きの私が選んだので、もう本当酒に合うものしか選んでないですなのでちょっと父の日の贈り物としてスイーツを贈りたかったよという方、本当にごめんなさい。今回は実物はなしなんですが、もうぜひギフトの参考としていただければ嬉しいです。魚醤恵比寿さんのおまとめ魚恵比寿です。サバ、鮭、マダイを使った煮付けだったり焼き物っていうのがもう個包装になってるんですね。それが7種類セットになっているんです。本当に調理もめちゃめちゃ簡単で、解凍して湯煎するだけで、サイズもね、ちょっとね、一人用、一品用ぐらいのサイズなので、結構解凍っていうのも簡単にできますし、湯煎でね、ほんと簡単なので、豪華なね、和風惣菜っていうのがね、すぐできちゃうんですよ。もうお酒には合うし、もうご飯にも合うので、もう朝ごはんでも昼でも夜でも、もう一日一中、どの食事でも活躍できる、そんな商品なんです。こちらの、洋風惣菜セットっていうのもあるので、なんかワイン好きの方とかはそちらもおすすめです。博多鶏皮長政さんの博多本格鶏皮10分と柚子だれセットです。博多のご当地名物の鶏皮なんですが、鶏の皮の部分だけをこのね、串にね、ぐる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 って巻きつけてある焼き鳥なんですが、もうこれ作るのにもう5日間以上もかかってる、もう本当にね、めちゃめちゃ手間暇かかった焼き鳥なんです。しかもこの皮下の脂肪のね、少ない首の部分だけを使用してるので、3羽で焼き鳥1串分しかもうできない、本当にね、希少なんですよ。タレにたっぷりつけて、もう何回も重ね焼きされた状態で届くので、お家ではフライパンの上で温めていただくだけなんですが、外はね、カリッとしてて、中はね、めちゃくちゃジューシーなんですよ。これにね、付属の柚子だれつけていただくとね、もうお酒が進むんですよ。他にも、ギフトセットとかもいろいろサイズによって違いもありますので、ぜひそちらチェックしてみてください。文集マルシェさんの海鮮丼4パックです。文集マルシェさんは出版社でもある文藝春秋さんが取材力や編集力っていうのを活かしてセレクトした商品を販売されています。で、こちらの商品は北海道のね、海鮮たっぷり入ってるんですよ。イクラとか甘エビとかアワビとかね、ホタテとかね、ほんとね、豪華なものが具沢山で、もう一個一個にこのケースに入ってるんですね。食べ方は簡単で、もう解凍してご飯にのせるだけで、もう北海道丼ですよね。もう豪華な一杯が出来上がっちゃうんですよ。細切りの昆布もね、入ってるので旨味もたっぷりですし、ちょっとした粘り気もあるのでね、ご飯がね、めちゃめちゃ進むんですよ。パッケージはそれぞれ小分けになっていて、シンプルなね、白い箱に入っているので、結構気軽な父の日のギフトとしておすすめです。菅野屋さんの馬刺しのセットです。スライス6種バラエティセットです。菅野屋さんは熊本県にある馬肉料理のもう老舗になるんですが、馬刺しのね、部位を食べ比べできるね、めちゃめちゃ贅沢なセットなんですよ。カット済みになってて、個包装になってるので、もうほんとね、解凍していただいて、もうお皿に並べるだけ。甘い霜降り乗ってるものとか、結構ね、赤身でこう肉肉しい部位とか、もうね、食べ比べも楽しいし、馬刺し専用の甘口のタレと、あとはコチュジャンベースの甘辛ユッケもついてきますので、もうほんと思う存分馬肉料理を楽しんでいただけます。山城武蔵さんの紅白重ね漬けとチーズの味噌漬けセットです。こちらはもう80年以上もお漬物の製造販売をされている会社さんが作っているセットになります。5種類の野菜をこうね、ミルフィーユ状に
重ねた漬物なんですがね、すごいね、見た目もすごい華やかなんですよね。あと赤重ねというもので、こちらねちょっとキムチの味わいになってます。あとはクリームチーズの味噌漬け とカマンベールチーズの味噌漬けの2種類が入ってます。でそれぞれね全部個包装になっているので、もう食べる時に開封していただければいいですし、私ねこのクリームチーズの味噌漬け大好きで本当ね日本酒とかにねよく合うんですよ。なので本当お酒好きな方にはね絶対これはね気に入ってもらえるんじゃないかなと思ってます。テンペイさんの美味6菜です。6種類の珍味が入ったセットになっています。もう木箱入りでねすごい素敵なパッケージなんですがね、もずくとかタコとかねサーモンとかのキムチも入ってたりして確実に酒に合うやつしか入ってないぐらいのそんなもうほんと大人のためのセットになっています。キムチって結構自宅用で楽しむ方って多いと思うんですけど、一個一個ね個包装になって、そのねパッケージも全部色が違くて可愛いので、プレゼントしちゃいたくなるぐらい、もう味も間違いないし、あとパッケージも素敵なんですよ。私ねこの6種類の中だと一番のお気に入りはねサーモンなんですよね。結構ねねっとりとしててね、そのままでもいいしご飯にも合うし、もう最高なんですよ。なのでもう6種類もあるので、なんかね送り先の方とかもきっとね自分のなんかお気に入りみたいなのをね絶対見つかると思います。和田珍味さんのフグのオイル漬け3本セットです。国産の天然フグを使用しているんです。フグを香ばしく焼いてオイルに漬け込んでいるんですが、こちらのねオイルがですねバジル、ガーリック、レッドペッパーの3種類なんですよ。ちょっとねこれ洋風なんですね。なのでこうワイン好きの方への贈り物としてはね本当にぴったりなんです。そのままおつまみにしていただいてもいいですし、あとちょっとなんかパンに塗っていただいたりとか、あとねこれでパスタとかもねめちゃめちゃ美味しいんですよ。フグってやっぱり自宅だとねなかなか食べれないし高級感もあるので、そういった意味ではね本当ギフトとしておすすめです。いかがだったでしょうか。もう私がおすすめするのは全てお酒に合うものでセレクトしてしまったんですが、もうねお酒に合うものって結構ギフトとかでも喜ばれる場合があるので、父の日以外の参考にもなったら嬉しいです。購入ページとお取り寄せネットの口コミは概要欄に貼っておきますので、気になる方はそちらからチェックお願いします。お取り寄せネットでは父の日におすすめの商品のランキングも発表してますので、そちら URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひもっと見たいよという方はそちらもチェックしてみてください。それではこれからも美味しいお取り寄せ品たくさんご紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございました。